第二ステージの中で、引退してからの、はい、絵とかアーティスト活動をすごいしたかったので、じゃあ今度一緒にやってください。あ、うわ、これはカットですね。マジですか、これめちゃくちゃやばい情報っすね。これはえれえ話だ。ごめんね。これちょっとモザイク。マフィア、テマンテマン。スラマーパディフィアマラン。大助ボタックチャンネル。ハローガーイスなあ、テマンテマン。マーフムヌング。マーフムヌングや。カリーニ、ビンタンタムニャ、スーパーバグス、アクビサジャンディ。カリーニ、ビンタンタムニャ、ビンタンタムニャ。沖田杏里さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今のテマンテマンやばくない？今日やばいでしょ。ハリーにジャディ、ハリーレジェンドや。今日は伝説の日になると言いました。あ、ありがとうございます、はい、そしたらね、ピンマイク今つけてるんですけど、はい、ちょっとすごいですね、ピンマイクが。ピンマイクになりたいんですよ。いや、初めまして。今日本当にやばいです。僕めちゃめちゃ緊張してます。そうですか。そしてこのオーラとこの香りっていうか、香りちょっとやばいな、本当に。今日ちょっと頑張らさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、美しい、そしてナイスバディ、ビューティフルですね。頑張ります。僕、はい、前までインドネシア住みます芸人として6年間インドネシアに住んでたんですよ。はい。で、沖田杏里さん、はい、インドネシアで、はい、めちゃくちゃ人気っていうのをご存知でした？めちゃくちゃ人気、めちゃくちゃ人気です。嬉しい。これ、本当にお世辞抜きで、みんな知ってます。はい。私もインドネシア大好きです。じゃあ。本当ですか？本当行っときゃいいってもんじゃないですよ。違います。本当ですか？はい。行ったことある。インドネシア行かれたことあるんですか？あります。ちなみにどちらに？撮影で映画で行ったんですけど。映画出られたんですか、インドネシア。出てます。一本。はい。そうなんですか。はい。ホラーコメディ。ほいほいほい。に出てるんですよ。あ、そうなんですか。はい。ちょっと後でちょっとリサーチさせていただきます。ぜひぜひ。バリとかも行かれたこと。あ、バリ島はですね、趣味で行きました。嬉しい。趣味で行かれたこともあるんですよ。あります。大好きで。はい。だから家の中、インドネシアチックなんです、実は。あ、ちょっと後で、ちょっと写真送ってもらっていいですか？あ、汚くないところ送りますね。わかりました。僕の友人、こちらです。ありがとうございます。はい。あ、そうなんですね。はい、本当に。じゃあ本当にインドネシアラブです。ラブなんですね。ラブですよ。はい。チンタインドネシアや。チンタ。チンタ。嬉しい。じゃあ、インドネシア料理とかも食べられたことあるんですか？はい、そこの映画で行った時に、はい、いただきました。なんか、ナシゴレンとか。ナシゴレン大好きです。大好きです。大好きです。あ、ナシゴレン知ってるってだけでも僕すごい嬉しいですよ。メジャーですよね。メジャーです。でも、本当にインドネシアのことをチンタなんですね。チンタです。チンタですよ、インドネシアのこと。沖田杏里さん、チンタインドネシア。チンタインドネシア。これ、今多分ファンの人、視聴者の方、めちゃくちゃ喜んでると思います。嬉しい。ハロー。ハロー。アサラマライ君。アサラマライ君。嬉しい。アンリさんってこんなに寄りがいいんですか？めちゃくちゃ嬉しいんだけど。さっきまでめちゃめちゃ緊張してたんですけど、緊張解けました。あ、そうですか。あ、でもなんかイベント来る方、誤解してきますよく。みんな、もうちょっときつい人が来る、いると思われて。いや、きついとは思わないですけど、オーラが強すぎて、ちょっと近づきがたいって思ってたんですけど、こう喋ってみたらこんなね、ラフに楽しくお話しさせていただいて嬉しいです。今日はちょっと3時間ぐらいお話できますかね。できます。あ、本当ですか？いや、嬉しい。ちょっとゆっくり聞いてこう、いろいろと。はい。アンリさんって、はい、ご出身イギリスですよね。はい、あ、そうです。あれ、どんなご両親のもとお生まれになったの？あ、もうジャパニーズ&ジャパニーズ。ジャパニーズ&ジャパニーズ、はい、フロムイギリスですか？フロムイギリスです。それはどういった経緯でイギリス？単純に親の仕事で行っていたと。あ、そうなんですね。はい、で、お生まれがイギリスなんですね。そうです。学校とかもイギリスの方で通われてて。はい。それっておいくつまで？それは小学校を卒業するまで。日本の方に？あ、日本に戻って、はい、また大学でイギリスに行った。あ、またイギリスに戻られたんですね。そうなんです。2回行ってるんです。その学校っていうのは？美術大学です。美術大学。はい。はい、知ってます。僕、ウィキペディアでちゃんと調べました。沖田杏里さん。
絵めちゃくちゃ上手です。 ありがとうございます。僕あの YouTube でも見たんですけど、ああめちゃめちゃ感動したんですけど、ロゴのデザイン書かれてますよね。はい、あれめちゃくちゃうまいですね。そうですか。あ、僕もぶっちゃけロゴ書くの結構得意なんですよ。はい、で、アンリさんが書かれたやつ見て、あ、ちょっと俺得意とは言えないなと思っちゃうぐらい。いや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 。あ、さささっとか書かれて、あのクオリティっすよね。あ、まあそうですね。うまいな。ちょっと今度書いてもらいたいな、大輔って。あ、もちろんです。はい。今撮れましたね。証拠ですよ。証拠ですよ。撮れました。第2ステージの中で、引退してからの、はい、絵とか、はい、アーティスト活動をすごいしたかったので。ああ、なるほど。はい、いや、絵上手ってなんか素敵やな、マジで。こんな美しくて絵が上手で。いえいえ。あと YouTube、はい、止まっちゃってるじゃないですか。あ、そうなんです。めちゃくちゃもったいないですよ。そうで、やっぱそうです。いや、本当にそうですよ。アミさん、英語もできるじゃないですか。はい。英語で喋ってりゃ、もう何十万再生とかポンポンいきますよ。ファン層で言ったら、はい、海外だとどこが一番多いんですか？インスタインサイトが出るので、はい、1位が、はい、インドネシアです。アンリチンタインドネシア。チンタインドネシア両思いだぜ。え、本当すか？そうなんです。一番グラフがあるのがインドネシアで、次がアメリカ。あ、そうなんですか。はい、アメリカ抜いてインドネシア。アメリカ抜いてインドネシアです。インドネシアすげえな。お前らすげえぞ。すごい。コメントもインドネシア語よく見かけます。あ、やっぱり来るんですか。あ、これインドネシア語だって。あ、ちょっとわかりますね。あ、そうなんですね。ちなみにインドネシアも英語全然通じるんで、はい、あ、そうなんですか。もう英語で本当に一つのコンテンツ、例えば、はい、日本のペヤング、はい、あの激辛の麺とかあるじゃないですか。 はいはい、あれとか食べて辛いってリアクションするだけで何でとわかる。そんな行きます？いや、マネージャーさん、これマジですよ。俺ほんと、約束します。100万再生以下だったら、10万再生は絶対行きます。下がりました。いや、でもマジでバズります。じゃあ今度一緒にやってください。マネージャーさん。本当ですか？あ、全然、はい。よろしくお願いします。ぜひお願いします。アンリーさんのチャンネル、本当出たいんで、ただ、お忙しいと思うんで、本当になんだ、今日は来れる？ 30 分後来いって言われたら、ほん、俺30分後すぐ行くんで。来てくれるんですか？あ、もうすぐ行きます、すぐ行きます。ちょっと今、そこ、なんか、もりもりなんで、はい、お仕事が。お忙しいですよね。ちょっと、落ち着いたら、はい、相談します。マネージャーさん、本当に、もうすぐに、ワン切りでいいんで。ワン切り。ワン切りしたらすぐ折り返すんで。懐かしいですね、ワン切り。はい。いやー、アンリさん、元セクシー女優やられてたじゃないですか。はい。ちょっとそちらの話もちょっと聞きたいんですけども。なんか、久しぶりに聞かれる。うわ、嬉しい。レアじゃん。そしたら。アンリさんって、はい、セクシー女優になろうと思ったきっかけ、詳しく聞いていいですか？じゃあもう本当特別だったんですね。とか起きたアンリだからこそ、浜田さんもそうですし、会えてるわけなので。ほら、今僕のマネージャーがびっくりして、これどういうことですか？ちゃんと解説していただきたいです。すごいっすね。ちょっと目のやりどころにも困るし。